今から15年前この強楽園でサーナーと一緒に予防テストを受けて、まあ、太りたまっちゃったけど、その時はそんなことが頭の通りにすごい横切って感慨深いもんあったよ。時間は経ってあいつは死に放ってシングルで一回も俺は勝てることできなかったよ。今日はそういう部分で大きな一歩でも、ただこの G1 クライマックスはまだ終わってないから、今日一回勝っただけで喜んでる場合じゃないから、次の相手、ヒロシー！